イラフィー系はヤリラフィー系女子、これディスってないですからね。いや本当にディスってないですからね。ほんまにディスってないから、なんだっけな、ちょ落ち伝わるかな。全然思んなかったわ、ほんまにごめん、今のはマジでごめん、謝るわ。わかる、ピースで書くやつ、あれが、でもそれは僕もいいと思いますよ。でそれが悪いわけじゃないから、全然ちょっとだって別にね、そのヤリラフィー系でもめちゃめちゃいい人いるんですよ。めちゃめちゃ優しい人もいるんですよ。ほとんどが多分めちゃめちゃ優しい人ばっかなんですよ、ヤリラフィー系って。ほとんど本当にね、ごく一部本当にもう何見たん何見たんみたいな感じのやつもう絶対いるんですよ。もういたんですよ、もう現実にいたんですよ。僕は言われてないですけど、その他の人が言われてるとこ僕見たんですよ。こうやってこう止められて、こうやめとけやめとけやめとけみたいな、こうよくレイ君とはどうやって仲良くなったの。僕高校一緒だったんですよ。レイじゃないわ、りょうと学校一緒やって、高校1年生の時にたまたまクラス一緒やって、僕初めてそのりょう見た時にめちゃめちゃいかつかったんですよ。そのもうなんていうの、目力すごいじゃないですか、りょうって。だから怖っと思って、でもなんか最初ほんま第一印象はもうほんまちょっと怖かったんですよ。いかついし怖ってなってたんですけど、ちょっと見慣れてきたら、なんか、めっちゃかっこいいなと思って。綺麗な顔してるわ、みたいな。ロシア人のハーフみたいな顔してるわ、みたいな。お人形さんみたいな顔してるわ、と思ってて。で、まあ、月日が経って、まあ、最終的な印象は、かまってちゃんの、ガキです。うん。もうね、お子ちゃまです。かまってちゃんのね、かわいいやつです。可愛いやつっす、本当にね。りょうは可愛いやつっすよ実はヤリラフィー系、僕は全然そんなやばいし、強心度あなたに挑戦します。ん岩で認知、僕覚えたかもしれん、ハロウィン好きですけど、好きなキャラクタースペシャルし、やっぱトゲちゃん犬巻きか五条やろ、そこは。でもマッシュルフにするから、まあ喧嘩独学の、まあ、新庄にしようと思ったけど、新庄って多分分かる人には分かるけど、分からん人には多分ただのねマッシュルフなんですよ。しかも全然顔も似てないし、多分分かんないですよね。うん、クラスのやつに私ブサイクって言われたから、君たちは TikTok やってもファンできないよって言った。
言わんでええやん、別にそれ言わんでええやん僕に。あなたの人生についての物語、僕の人生についての物語。2002年に生まれて現在に至ります。万端の曲で一番好きな曲、僕バタフライとか結構好きなんですよね。ベストウミとかも、あとはジャストワンデーも好きですね。一番好きな曲って聞かれて、なんか何曲も歌えてあったりくさ。待って、面白い、ありがとう、シンプルにありがとう。相談したいことがあるんですけど、 DM で送ったら迷惑ですんで。全然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 迷惑じゃないです。でも返せるか返せへんかは僕はちょっと返せるか返せへんかは保証できないですけど、あのそれでもいいなら返すようにはします。でもなるべくけど、確実にあの返します、確実に返せますってことはちょっと、難しいかな。TikTok でミクダンをなるべく返すようにしますよ。なんかあの僕がストーリー出して、あの、まあ、数人ぐらいもうめちゃめちゃすぐ返して反応してくれる人がいて、なんかそういう人にはもうほんまに多分秒で僕も多分返してると思う。その携帯触ってるから、僕がストーリーあとストーリー出した後なんて、そんな後でキャッチしてもらえますか。何の言葉の、てか僕あともう10分やからさ、僕あと1分で終わるね。iPhone 8卒業して大きい画面の味見です。いや僕も iPhone 8ですよ。僕別に羨ましくないし全然呼んでもらえへん、ごめん。呼んでるよ、めっちゃ読んでんねー。いつか日本に行きたいです。じゃあいつか来てください。そろそろ韓国が来たから日本語だなつけてくれ。日本語って、なんか僕前つけたくない。つけてないっけ。あ、そう、あとね、さっきの思い出したんですけど、思い出したというか思ったんですけど、そのなんていうの、第三者が僕のこと悪く言って言うのは多分当たり前なんですよ。そんな多分向こうも僕のことを知らん上で言ってることやし、で僕もあいつのその人のことなんて一切知らんし、別にし